輝くマテリアがマテリアです。皆さんこんにちは、市岡元気です。はい、今日もね、面白い実験やっていきたいと思います。ただね、いろんな実験やってきたんですけど、結構学校がね、休校になってとか、真面目なね、教育的な実験とかいろいろやってきたんですけど、地味な実験とかも結構あるわけですよ。これをね、どうやってたくさんの人に見てもらえるか、どうやったらワクワクするような映像になるか、せっかく実験やるならたくさんの方に見てもらいたい。でもやっぱり地味な実験だとしても、やっぱ科学的な意味があってね、面白い実験とかもたくさんあるので、地味な実験でもたくさんの方に見てもらえるようになる方法がないかといつも考えてました。でね、いろいろアニメとかゲームとか見て、いろいろヒントを得たわけです。やっぱりね、新しい何か、新しい力を手に入れた時ってすごくワクワクしません？なぜワクワクするのか、あれだね、アニメとかゲームで新しい力を手に入れた時の共通点、必ずね、自分に向けて風が吹いていたりとか、下からね、光が当たったりしています。そうなんですよね、アニメとかゲームとかでもめちゃくちゃかっこいい、興奮する時っていうのはね、なんか下から風が吹いてるんですよ。スーパーサイヤ人でもね、常に下からボン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 なんか風が吹いてますし、 TM レボリューションもすごい前からめちゃくちゃ強い風が当たってますし、ということで今日はどんな地味な実験でも下から風が当たればかっこよく見える説を検証していきたいと思います。ではね、実験をしていきましょう。以前ね、バスターソードを作りました。こちらにね、バスターソードがあります。はい、ここにね、バスターソードを作りました。なんかね、ホコリをかぶってめちゃくちゃかっこいい感じになってますよね。で、ここのマテリアを入れる穴に、この前マテリアを入れました。でね、ちょっとこの前の動画では紹介しきれなかったんですけど、このマテリアを作る方法を今回はやりたいと思います。この前ですね、回復マテリアを作ったんですけど、やっぱね、マテリアの作り方後で紹介しますって言ってたんですけど、ちょっとね、まあ実験としては地味なので、まあどうしようかなと思ったんですけど、今回ね、紹介してみたいと思います。では作り方です。こちらですね、100円ショップとかで売っている UV レジン液というものでマテリアを作っていきます。これですね、 UV 紫外線で固まる液体なんですが、紫外線を当てると硬化、固体になる樹脂ですね。これをね、半球に入れていきます。色が薄いので黒を足して色を調整します。足しすぎた感があるな、これな、真っ黒になったな。できてよかったね。反対側にももう半球も作ります。ね、UV レジンっていうのはね、歯医者の治療とかで使われてますね。紫外線を当てたら固まるっていうので、簡単に固まりますので、はい。で、これに紫外線を当てると固まります。今の状態だと液体なんですけど、紫外線ライトで紫外線を当てると固体に変化します。はい、数秒間当ててみたんですけど、これでカチコチに固体に変わりました。紫外線で簡単に液体から固体に変わる樹脂ですね。で、これを半球なので、これをですね、つなぎ合わせて真ん中に穴を開けます。はい、こんな感じでつなぎ合わせて穴の開いた UV レジンの硬化剤ができました。あとはですね、内側から光を出していました。どうやって下からね、光を出していたかというと、こちらラボにあった光るおもちゃですね。お祭りとかでよく見るおもちゃです。はい、こちらですね、これを使用しました。この光るおもちゃを、ね、切り開きます。中から LED が3つついたものが出てきます。これそれぞれ別の色でして、今回ね、回復マテリアを作りたいので、緑に光るものだけ残します。他の LED は取っちゃいますね。緑だけが残りました。でね、これパターンがいろいろあって、ゆっくり点滅とかあるんですけど、ずっと光らせておきたいのでね、裏側に回路が入っていて、電池と直接 LED をつなげばずっと光りっぱなしになります。間に回路が入っていて、点滅パターンとかを制御してるんですね。なので、その回路を抜いちゃって、 LED と電池を直接線でつなぎます。ハンダでこんな感じでつなぎました。電池から直接ここに触ってあげると、ずっと点灯しっぱなしになりますね。音符ができるようにね、軽くテープで留めておきましょう。この UV レジンのマテリアの中にこの光を仕込めば完成です。ただね、ここですよ、ここがポイントで、
この時に風を当てれば、この地味な実験もかっこよくなるのではないかと。やってみましょう。はい、ではね、まずレベル1、こちらですね、小型扇風機。この風を当てて実験完成を撮影してみます。さあ、ではいよいよこのマテリアに命を吹き込みます。おお、すごい、めちゃくちゃ光ってるかっこいいマテリアができました。ちょっと風弱いかな、ね、前髪にこう当てる感じ、あ、いい感じ。ちょっと弱いかもしれないね。ちょっと変えよっか。涼しくて一石二鳥だけどね。もうちょっと、こちら、おお、ドライヤーでレベル2やってみます。ではマテリアに命を吹き込みます。おお、すごい輝くマテリアができました。クーラーでクールでいこう。いやー、なんかね、ちょっとね、変な感じになってましたね。やっぱアニメのようにはいかないんですかね。じゃあね、ちょっとね、次はもしかしたら風が弱いのかもしれないので、もうちょっと風を強くしてやってみようと思います。あとね、マテリア他にもいろんな方法を考えました。そっちの方でレベル3風は試してみたいと思います。マテリアの大きさですね。結構ね、武器の中に入ってる時はちっちゃいんですけど、人から渡される時結構このくらいの大きさでしたもんね。直径6センチくらいのね、ガラスの球を用意しました。で、今度はね、炎のマテリアを作りたいと思います。食紅で色をつけます。マテリアって中に影みたいなぼんやりしたものができるんですよね。それをこちら金属のパウダーを入れてですね、表現してみたいと思います。さすがにね、金属と水だと混ぜても混ざらないので、少し洗剤を入れます。洗剤で周りの撥水成分を弱らせて混ぜてます。はい、こんな感じになりました。すごいね、マテリアっぽい影ができたでしょ。流体の運動を見る実験にも使われたりもしています。本物のマテリアっぽいね、モヤを作り出すことができました。この液体をガラスの瓶の中に注ぎ込みます。蓋をします。ではどんな風に完成したか、風のレベル3を当てて見てみましょう。レベル3、ブロワー。さあ、ではお見せしましょう。中のパウダーをよく混ぜて、これが完成した炎のマテリアです。めちゃくちゃかっこよくなってきましたね。ではレベル4どうなるでしょうか。レベル4、炭酸ガス。陥没してます。では最大に強い風を当ててかっこよくなるかやってみます。これが炎のマテリアです。どうですか。ではお見せしましょう。これが炎のマテリアです。どうですか、かっこよかったですか。はい、ということで本日の実験いかがだったでしょうか。下からの風でね、めちゃくちゃ地味な実験がワクワクするっていうことが分かったかと思います。これからもね、アニメとかの演出みたいな感じでね、活用していきたいなと思います。で、告知になってしまうんですが、7月10日子どもの科学という雑誌でですね、こういう風にね、風を浴びた僕が表紙を飾らせていただくことになりました。
僕がね小さい頃から科学をね好きになるきっかけでもあった雑誌でして、表紙にしていただけるということはとても嬉しいことでございます。中でもねめちゃくちゃ面白い実験たくさん載せてますので、ぜひね見かけた方は手に取ってみてください。ぜひね説明欄からねネットでも買えますので、ちょっと興味ある方はぜひ買っていただければと思います。はい、ということでね、これからも科学の面白さをどんどん伝えるような動画をたくさん上げていきたいと思いますので、ぜひねチャンネル登録と高評価をお願いします。あとね Twitter、Facebook、Instagram、TikTok いろいろやってますのでね、そちらでもね面白い科学いっぱい載せてますので、ぜひ登録お願いします。